こんにちは、アマゾネスサポーター堀秀夫です。日本の常識、世界の非常識、あるいは世界の常識、日本の非常識という感じで、世界と日本の常識はだいぶ違う。日本人が当たり前だと思っているものもね、世界基準で見ると全く外れてるというか、どうなってんのというのがあるという動画を、今月アップしました。まあ、薬物、違法薬物とアルコールについてということでね、日本以外の国ではマリファナは、まあ、大したものじゃないと、まあ、一方、日本以外の国ではハードリカー、アルコールの中でもね、ジンだのテキーラのウイスキーだの、そういうのについては、まあ、非常に取り締まりが厳しいと、こんな泥酔した人がねその辺にゴロゴロ寝てるとか、まあ、しかもね普通の人たちですからね、まあ、普通っていうか、まあ、だらしない人たちなんでしょうけど、まあ、こんな光景ありえないというようなね、動画をアップしたんですけど、ちょうど、まあ、その件にね、合致したというか、あ、またかよと、まあ、毎度のことなんですけど、まあ、芸能人酔っ払ってね、バカやらかして、大事件になっているというのがありました。AAA の、浦田直也というんでしょうか、まあ、泥酔して暴行をしたと、いや、ナンパして自分たちのグループ、自分がリーダーのグループを知らないから殴る、まあまさにこの酒が人をダメにするんじゃないと、人間がもともとダメだということを教えてくれるもんだというのがね、すごい似合う、事件ですけど、まあ、基本的にね、もう酒は、まあ、酒はじゃないか、人間ってのはもともとね、ダメなもんだと、乱暴だったりね、なんだだらしなかったり、そういうもんだと。だから酒を飲ましたら本性は出ちゃう。だから酒を飲ませるのは非常に、規制をかける、あるいはね、本性を出す前の段階、迷惑をかける前の段階までね、しか飲ませないというのが日本以外の国の、基本的な考え方、人間はダメだと、酒飲めば本性が出ちゃうというのが考え方なんでね、まあオーストラリアの場合はもうここまで飲ませたらね、その酒どこで手に入れたと、売った店あるいは飲ませた店、これもね罰金や免許取り消しのリスクがあります。まあ、さらに日本以外の国であれば、泥酔してね暴行を加えるというのは、まあ、重犯罪ですから、まあ、逮捕されて数日でね、のこのこ出てきて記者会見開くというのはありえないと。日本は非常にアルコールには寛大な国だなと、アルコール取り締まりはないのかというぐらいのね甘い国だと思います。まあ、これね、アマゾン輸出なんかでどう関係してくるかというと、結局ね日本の常識で考えると、まあ買った人がね、なんかこういう、まあ、酒だったらこういうふうに悪さをするとか事件を起こすとかね、道具を使ってどうなるとかいうこの想像力が働かないと、売った後その商品あるいはね、商品ですね、商品あるいは使い方の説明が不十分だったことによって起こったものの責任も販売者にあるというのがね結構多いんで、まあ、日本のね日本で売ってて大丈夫だから、他の人も売ってて大丈夫だからという感じで売ってるとね、結構とんでもないことになったりする、商品もあります。まあアルコールはライセンスがいるんでねやらないでしょうけど、まあ、酒って日本だとね宅急便とかで気楽に送れますけど、アメリカ国内は、郵便局酒を送れません。ライセンスを持ってる人間じゃないと発送できないとか、もう酒って、ね、そういう扱いになってます。で酒に限らず、そういう扱いの商品ってやっぱね、日本の常識、だと気づかない、商品結構ありますんでね、これ輸出ビジネスをやる場合は、まあそういうNG 商品扱わないようにする注意というのが必要です。まあ輸出でなぜ輸出やるのって感じなんですけど、まあね、景気の悪い物価の安い日本では、輸出ビジネスをやると稼ぎやすいというか、輸出ビジネスをやらないと、非常に貧しい状態に落ちていってしまう可能性が高いということでね、輸出ビジネスを進めています。まあ、安全に簡単に、効率よく輸出ビジネスを進めるために役立つ情報を無料で配信しています。まあ、こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押してください。日本の常識と世界の常識どう違うか、
オーストラリアに輸出する場合はどういう注意が必要か、まあ、そういった情報を無料でお届けしています。まずメールアドレスとお名前を記入して登録して、それらの情報を無料でチェックしてください。以上、アマゾン輸出サポーター堀秀夫でした。